ついに最強ポケモン解禁。はい、どうもこちらクリス。本日はですね、暁ガチグマを使っていきたいと思います。このポケモン本当に強くて、いやマジで今回直気型で使ったんですけど、いやマジで強い。対面性能圧倒的に高いし、やっぱねこの新135からタイプ1威力140のブラッドムーンプラス真空波、無効タイプのない真空波の先制技の存在、どちらもね本当に強かったので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。それでは対戦の方へどうぞ。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーがアロキュー、ジャラランガ、カミ、ヌメルゴン、ランドロス、オーガポンと。さあどうしますかね。ヌメちゃんがチと重いか。あ、まあ、ラッシャで相手できなくはないから、ガチグマラッシャとかにするか。あとは、あ、でも弱点ついていけるから普通に殴り合っていけそうかな。ガチグマヘイラッシャーと1、海流とかにしようかな。ちょっと若干相手の球根重いけど、これでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。さあ相手の先発ランドロス、まあ悪くない対面。じゃここはね、でかでか、首の位置おかしくない？見てか、頭か、頭の位置すごいな。ここはね、まあ、トンボとかで削ってくると思うんだけど、一旦、まあ、ブラッドムーンでいいかな。地震で突っ張ってくる。ただ、ガチグマは耐久がおバカなので、ランドロスの地震でもこれしか、え、強っ。やば。え？いや、エースランドが吹き飛んでいった。やば、こいつやばすぎる。ジャラランガー。あー、どうしよっかな。エアリーテラス切ってムーンホーストからいいかな。まあ、相手もテラス切ってくれたら、オッケー、相手はテラス切っていない。相手もテラス切ってくれればね、ここは鋼テラスとかだと思うんで、まあ、大地とか真空波通るようになるから、ここは、あ、ちっちゃハート、かわいい。頭のハートちっちゃ、ソウルビート。これは全能力上昇で HP ちょっと削れるやつだっけな、確か。確かそうだったはず。まあ、ただここはね、まあ、しかも裏にヘイラッシャーもいるから、まあ、大体どうにかなるんじゃないかな。さあここはムーンフォース、ガチグマがマジで止まらない。オッケー、ジャラランガも突破。やばい、こいつ強すぎない？ちょっとえぐすぎね。一旦さあヌメルゴン、あーヌメちゃんちょっとめんどくさいんだよな。まあヘイラッシャーでギリ見れるかなって感じはしますが、若干怪しいんだよね。大地打つかブラッドムーン打つか悩みどこですね。まあ大地打とうか。テラス切らせちゃった方がいいと思うんで。OKOK。はい、対戦ありがとうございました。ガチグマ最強。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーが、ファイヤー、イーネイヌ、パオジアン、イーユイ、ソッチャです。ヤバソチャ、ヤバソチャ、叫ぶ尻尾と。さあどうしますかね。まあガチグマから入ろうかな。そうだね、ガチグマ初手で、まあ包みかヘイラッシャ欲しいな。まあ、それからラッシャプラス包みも全然あり。あ、いいよ、若干重いから包みは欲しいか。尻尾がステロマイてきそうだし、ラッシャにしようかな。押しますか。はい、対戦よろしくお願いします。さあ相手の先発パオジアン、あーちょっと迷うな。まあ、テラス切っちゃってもいいんだけど、エアリーテラス切ってブラッドムーンでいっかな。それが一番、あー、まあラッシャ引きもやぶさかではないけどね。一旦ラッシャ引こうかな。パオだしラッシャ引こうか、さすがにね。一旦相手も引いてくる。あー、テラス見るためかな。ヤバソチャ、おー、ヤバソチャ引きなんだ。お、すごい光ってる。これもしかして新作色違いヤバソチャですか。なんか結構出やすいらしいね。なんか新しくなんか大量発生するようになったみたいなことを聞いたけど、どうなんだろう。このターン迷うな。シャカシャカ砲で殴ってきそうだから、まあ、一旦は首で流そうかな。あ、ちょっとラッキー。ちょ、ここガチグマ引きも渋いんで、一旦あくび入れます。で、まあ裏にウェーブタックル入れようかな。そうだね。ウェブタックル結構一貫あるんで、ここはウェブタレ殴っていきましょう。オッケー、引っ込める。相手はファイヤー。あー、ちょっと嫌ですね、それ。ちとめんどいが、まあ、オッケー、でも相手の戦術は割れたと。ウェーブタックル。いい火力。体やめて。あー、ちょ、運いいね。相手運いいね、それね。5つ目ね。じゃ、ここは、まあ、一旦、ラチクも引いちゃおうかな。ファイヤーが、羽休みしてくると思うんで、このターン。
結構安定のはず。ここはガチグマ出していきましょう。多分羽休めだと思う相手で、これで相手ね、ブラッドムーンが多分受けれないはずなんで、オッケー、いい。よし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 。さあ、どうしますか相手、ブラッドムーン。ほっ、鬼火、オッケー、いい。まあ、ただガチグマは特殊なんでね、やっぱ特殊アタッカーの方が止まりにくいのは偉いよな。まあ、本家もね、あの根性あるんですけど、まあ、その分ね、火力出るまでにラグがあるんですけど、強っ。やば。やば、こいつ。やば。あ、まあ、深海で落としちゃうかな。いや、そう、ガチグマね、俺当初はそんなにかなと思ってたんだけど、あの、最初ね、なんかブラッドムーン威力140で、ね、心眼で貫通やばいと思ってたんだけど、やっぱそんなにかなーと思ってたんですけど、まあ、S やっぱ低いし、耐久も本気よりないから、けどやっぱこの真空波の存在がやばすぎる。無効タイプの存在しない先制技。それをね、C135 から打てるのやばすぎね。ここはもうテラス切っちゃおうかな。まあ、包み入れば大体勝てそうだから、まあ、ここはちょっとブラッドムーンで削っていきましょう。ちょっとね、相手のヤバソちゃんに粘られるとめんどくさいんで、ここはフェアリーテラス切っていきましょう。相手はシャカシャカ砲。ただこれはそこまで入らないはず。オッケー。ブラッドムーン、うりゃー、お、強すぎーあー、まあただあれか、ここ地下水で粘られるのちょっとめんどくさいな。相手でも地下水打ち続けるわけにもいかないから、ここ悩むね。包み出しもありか、ムーンフォースもあり。全然ムーンフォース打つか包み出しなんだよな。まあ一旦ムーンフォース打とうか。地下水、そうだね。まあただだんだん回復量も減ってくし、まあ今回ねタイプ1ムーンフォースが打てるので、まあ、それなりに火力は、あ、オッケーオッケー、ガチグマ、ちゃんとね、今回 A0 厳選したん、A0 とか A1 か。A1 厳選したんで、あ、これ真空派圏内じゃない？あ、どうだろうな、ヤバそして耐久結構あるから、真空派打ちたいけどなぁ。さすがに落とせると思うんで、まあ、ちょ、ガチグマの火力信じて打ちましょうか。ここは真空派で。まあ、ゴーストタイプ相手にもね、心眼で貫通してダメージが入ると。さ、真空派。オッケー、強すぎるガチグマ。やばすぎませんかこいつ。さすがに。オッケー、これは勝ち確だな。まあ、ヘイラッシュも残ってるし、まあ、包みも残ってるんでね。ここはガチグマの真空破裂削って勝ちのはず。やばすぎるな、この男。ここは真空破でいいでしょう。まあ、つららひるみとかで負けるのが一番しょうもないんで、ね。やっぱこの真空破の存在が圧倒的に強い。さあ、相手のテラスは、まあ、フェアリーテラスだけギリギリまだ負けれるかもな。でも、ゴーストじゃない？あ、電気なんだ。へぇ。あ、電気まだ負けれるかな。あ、包みのフリドラ圏内入るかどうかが大事だな。真空波、ちょ、火力頼む。あ、まあ、さすがに、まあまあまあ、ちょ、包みのフリドラ圏内まではさすがに持っていけない。それ持ってきたらやばすぎるからね、逆に。耐えんの偉っ。マジか。ブラッドムーン打てばよかった。まあでも、ツララ落とし打ってる可能性もあるから、これはしょうがないな。ツララ落としだったら、倒されてるかもしれないし、不意打ち。倒されてる、あ、不意打ち打ってくれた。オッケー。これアンコールでしまって勝ちですね。包み投げて。まあ、勝ちでもないかな。まあでもアンコールは決まるね、とりあえず。よし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 。いや、ガチグママジでパワーやばいな、こいつ。アンコール。これで縛って。まあ、身代わりでいいかな？まあ、身代わりでいい。身代わり。OK。はい、対戦ありがとうございました。ガチグマ最強！チャンネル登録、高評価、よろしく。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーが、コジョンド？コジョンド、オーガポン、キチキギス、ガチグマ、クワガノン、ミロカロスと。さあどうしますかね。まあ、オーガポンが割りかし通りいいから、オーガポン初手入ろうかな。で、ガチグマ欲しく、あっと一そうだな。まあ、海流にするか、スミダイト。海流にしようかな。そうだね。これで行きましょう。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、相手の先発、クワガノン。オッケー、これは超有利対面。まあ、素直にツタポンボから入っちゃおうかな。テラス切ってくれたらね、裏のガチグマの通りが良くなると思うので。あ、相手はテラスを切ってくる。オッケーオッケー。まあ、それはそれで全然構わない。
あ、ハガネテラスか。はいはいはい。あ、ちょっとめんどくさいね。あ、まあ確かに冬だし相性いいね。あ、ただここは、まあ、ツタコンボそれなりに入るでしょ。3割ぐらい。お、強っ。え、急所？あ、さすがに急所ね。びっくりしたびっくりした。電磁砲、いや、さすがにそれは当たらなくて。食べ残しか。あ？え？喉スプレー？あ、空振り保険。ああ、面白いの持ってる。電磁砲打ってくんのかな？あ、さざめきとかもあるか。ああ、ちょっと悩むな、ここ。まあ、でも、ツタコンボでいっかな。あ、羽休めあるよな。クワガノンって。ここさざめき打ってきそうなんだよな、ただ。ああ、いろいろ悩みますね。勝ち駒出すのもやぶさかではないか。あんま対面だから引きたくないんだけどね。まあ、でもちょっとガチ駒出しましょうか、ここ。羽休めが一定数あるんで、オーガポンだと粘られかねないから。さざみきと羽休め両対応が多分ガチ駒引きが一番いいと思う。まあ、電磁砲打ってくれたらそれでいいしね。さざみきオッケーいい。あ、さすがに強い。いい火力してますね。ただここは真空波で縛れるんじゃないでしょうか。あんま耐久なさそうだったしね、クワガノン。CS とかじゃないかな、これ。ガチグマでっか、マジで。OK、真空波。しっかりクワガノン突破していく。まあいいですね。ガチグマちょっと削れちゃいましたけど、まあね、テラスも相手吐いてくれたんで、まあ全然有利取れてると思う。さあ、相手はミロカロス。あー、テラス切っちゃおうかな。そうだね。テラス切って、まあ、ブラッドムーンでいいんじゃないでしょうか。あ、ミロカロスさす、なんか HB のイメージだから、どうだろう。まあでもガチグマに出してくれってことは直帰とかもあるかもしんないけどね。まあまあまあ、打ち合っていきましょう、直帰でも。さあ、エアリーテラス、ブラッドムーン、うん、あ、遅いんだ。あ、強っ。え、あ、いたた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 おもろ。ミラーコートか、確かにね。ある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 。まあでもここはオーガポンの起点にできるからいいや。ああ、普通に替え玉のやつなんだ。ここはオーガポン出していきましょう。ああ、まあシンプルに突破しちゃってもいいけどな。天前まで打つかどうかですね。まあでもアンコールから入ろうか。引きだったら結局炎オーガポン引きだからウッドホン打っても、結局なんか大したダメージ入んないから、ここはアンコール打ってっていいと思う。あ、オッケーオッケー、アンコール決まる。よしよしよし。さあ、これで相手はミラーコートを打つ機会になった。何打とうかな。剣舞打つべきかどうかなんだけど。あ、打とうか。引っ込める。ラス1次第でこれで勝ちなんだよな。ガチグマ。あー、勝っ。あー、微妙か。いや、でもさすがに落とせるんじゃない、さすがに落とせるんじゃないか。オーガポンなら。ウッドホーンで。カイリュウも最悪ね、マルスケで起点にできるとは思うので、まあ、大丈夫と信じたいが、ウッドホーン。オッケー、強すぎー。さすがにね、剣舞オーガポンのウッドホーンは耐えないと。よし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 。これはガチグママジで偉すぎた。ガチグマもオーガポンもマジで強すぎるな。ウッドホーンで勝ちです。オッケー。はい、対戦ありがとうございました。ガチグマもオーガポンも最強。はい、いかがだったでしょうか。いや、本当に強かったですね。はい。いや、なんかね、久々になんかここまでね、パワーって、うわ、使ってて気持ちいいってポケモンね、久々だったので、僕自身もね、使ってて、もうウキウキで使ってました。ノリノリでしたね、もう。はい。まあ、やっぱね、この先制技の存在と耐久の高さ。で、やっぱね、圧倒的火力の高さ。この3点がかなりね、偉いと感じました。やっぱね、使うなら対面的にね、この直帰でね、使うか、まあ、あとはね、この瞑想を積むために、まあ、起点作ってあげて、まあ、瞑想プラス真空波のリーチ伸ばしていくっていう形がね、まあ、基本的にこの2つが強くて、まあ、他にもね、まあ、あくびとか吠えるとかも覚えるので、まあ、ね、そのうちね、型開拓されていくと思うんですけど、まあ、やっぱね、とりあえずこのね、シンプルな直帰型ということだったんですけど、もう本当にね、レギュビーのセグレイブと同じ感じのね、圧倒的な耐久プラス火力プラスね、先制技っていうところがね、見せられたんじゃないかなと思います。ぜひね、この暁ガチグマ、まあね、まだね、捕まえてない方もいらっしゃるかと思うので、ぜひね、使っていただきたいということで、本日のレンタルパーティーがこちらになります。まあね、なんかイメージ的にはね、セグカミラッシャーと近い感じをイメージしていて、先発ガチグマで暴れて、ヘイラッシャーのクッションプラス包みでスイープとか、まああとね、オーガポン先発でアドバンテージ取って、裏のね、ガチグマプラス包みとか、まあイダイトとかでね、締めていくっていう対面構築になっています。本当にね、シンプルで使いやすくて、ガチグマのね、強さを実感しやすい構築になっていると思うので、ぜひね、ガチグマ使ってみたいよという方は、ぜひね、チャンネル登録、高評価した上で使って
レンタルね、していただけたら嬉しいなと思います。はい、それでは今回はここまで。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメント、またね、メンバーシップの登録の方よろしくお願いいたします。最終3桁のね、達成した方で動画で紹介してもいいよという方はね、構築記事の方を Twitter の DM もしくはね、YouTube のコメント欄にて送ってきていただければね、ね、動画で紹介させていただきたいと思いますので、ぜひね、よろしくお願いいたします。またね、Twitter のリンク概要欄にございますので、ぜひね、そちらの方からフォローもしていただけたら大変嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。